策が決まればこんなものだ。実力ね。これぐらいでちょうどいいよ。はい、じゃあやっていきましょう。今回はエボランドをやっていきたいと思います。まずは日本語に、これが収集要素のスターですね。収集要素。言いづらい。こっちが、これもそっか。ダブルツイン。うっそーそうここでしょ？マジで？うっそーええー、嘘だー。よーし、行くぞー。おっしゃー。あれ、これって HP 満タンじゃないといけないのかな。もうダメだったんだけどな。どうなんだこれは。嘘ー。次こそ行くぜ。今は亡きハドソンの名作、桃太郎伝説。こちらは PS 版となっています。この PS 版は、ファミコン版の初代の物語を踏襲しつつ、後の作品の要素を取り入れた実質のリメイク作となっています。今やレトロゲーではあるんですが、そんな名作である桃太郎伝説 PS 版を、全カード集めの旅と銘打ちまして、収集要素であるカードを全種集めていくついでに、世界を鬼の手から救っていこうと、そんな感じで思っています。さらに、世界各地の隠しアイテムも攻略サイトを参考に拾い集めていこうと思っております。もしよければ、桃太郎の旅にお付き合いいただけると嬉しく思います。ではでは始めていきましょう。はい、じゃあ頑張っていきます。初めてでいきます。倒せた。おー、見事一本取った。お買い物してくれる。思ったより楽に倒せましたね。でかした桃太郎、金太郎師匠助けよう。弱かった。ちょっと鍛えすぎましたかね。20両。銀の鬼カードも手に入れたと。
よし、ちょっと鍛えすぎた感が。あ、BGM が戻った。ダジャレが嫌いな奴は、嫌いな奴なんてオランウータン。ダジャレが嫌いっていうね。そうだね。はい、歌舞伎の舞台にはいつも猛虎台。ほっほっほ。平和だ。この、わしの風の力でお前たちの道をちりちりにしてくれる。見よ、我が風の力を。わぁ。めちゃくちゃ飛んでっちゃいましたね。わっはっは。どうだ、桃太郎。友情を失った今の気持ちは。はい、やっていきましょう。今回はアニメテッドサガやっていきたいと思います。初心者から始めるアンサガラへの道ということで、第1回ですね。まずは今回ですね、最強武器のダマスクスっていうのを作っていこうかなと思っています。ただどれでも鋼2になる可能性を持っているような感じになってます。鉄鉱石と木材でやっても、鉄と木材でやっても、鋼と木材でやっても、低確率で鋼2になるっていう感じになるので、根気よくやっていけばそのうちなるのかなーっていうふうな、イメージがあります。アビリティの決まり方なんですけど、実は重さによって、武器の重量によって決まってきます。アビリティの4つ枠があるんですけど、それをランクっていう風に言うみたいなんですけど、重量とそのアビリティのランクっていうのは、密接な関係があって、